いやー、あったかい飲み物が美味しい季節になったねー。あったかいラカンカオレが美味しい季節になったな。先生、この季節になるとね、もやって本当に困ることがあるんだ。そうかい、解決するといいね。先生、ちょっとは聞こうとする姿勢を見せてよ。どれどれ。棒読みだけど、まあいいや。先生、モヤッティが肩こりひどいっていうお悩みを持っていることは以前にもお話ししたと思う。なんだかキャラがグラグラしてるな。今ね、大きいドラッグストアとかロフトとかハンズとか行くと。ロフトとハンズ好きなのか、モヤッティ。肩こりに効くまやかしグッズがいろいろ売られているんだよ。まやかしっていうのは幻だよ。そう、幻のグッズがいっぱい売られているの、ロフトとかハンズには。いろいろ買って試しては見るんだけど、いまいち効果がないっていうか、サイズが合わないっていうか。マグネポンプはうなじにかけてみたけど、あれあんまりだった。うなじ、うなじの範囲はどこからどこまで。 あとね、首を挟んでもみもみするローラーとか、一回で壊れた、バキって。ああ、たやすく想像できる。首をほのかに温めるチンするだけの湯たんぽとか、全然長さが足りないしさ。そうだろうね。ツボ押し棒とかお灸とか、届いてほしいツボに全然届いてない感じするしさ。そうだろうね。あとはあとはこう、うーうーってやるやつとか、ビリッビリッってやるやつとか、ホイザーホイザーってやるやつとか。そうだろうね。